ドライスーツのレイヤリングをご紹介します。ドライスーツはレイヤリングが重要です。レイヤリングとは気温や季節、天候に合わせてアウターレイヤーイコールドライスーツ、ミドルレイヤー、ベースレイヤー、ドライインナーといった役割の異なるウェアを状況に応じて重ねることで様々な環境に適応するテクニックです。衣服内を快適に保ち、ウェアの性能を最大限に発揮させることができます。レイヤリングは適切な体温を保つことが最大の目的です。気温の低下、運動によって生じた汗の冷えは瞬く間に体の熱を奪い、行動不能、低体温症、また体温を適切に調節できず熱中症になるなどの危険性を高めます。こうしたリスクを軽減し、快適なフィッシングを楽しむためにもドライスーツのレイヤリングを意識することが大切です。低体温症による大人の平均生存時間は、水温15度から20度の場合、水中での生存可能時間2時間から40時間、疲労または意識不明の場合2時間から7時間になります。さらに水温5度から10度の場合、水中での生存可能時間1時間から3時間、疲労または意識不明の場合30分から60分になります。アウターレイヤーイコールドライスーツ、雨、風、雪などから体を守る役割、ミドルレイヤー、保温性を確保しながらウェア内をドライに保つ、ベースレイヤー、汗を素早く吸水拡散し汗びえを防ぐ、ドライインナー、汗の不快感や汗びえを軽減してくれる。全シーズンを通じてウェア選択は1日を快適に過ごす上で非常に重要です。全シーズンに共通してウェアの素材はポリエステルなど化繊系の速乾素材がおすすめです。また熱中症や低体温症などのトラブルを避けるためにも適切なウェア選択をしましょう。初秋、晩春頃、最高気温 22.1 度、最低気温 15.8 度。私が和歌山の南方面に行く時のレイヤリングの場合、初秋、晩春頃はドライとベースレイヤーをレイヤリングします。晩秋、早春頃、最高気温 17.8 度、最低気温 7.3 度。次に晩秋、早春頃はドライとベースレイヤーの上にミドルレイヤーをレイヤリングします。真冬頃、最高気温 11.7 度、最低気温 4.6 度。最後に真冬、特に寒いこの季節はドライとベースレイヤーの上に保温性の高いミドルレイヤーをレイヤリングします。寒がりの方はベースレイヤーに薄手で保温性の高いインナーダウンもおすすめです。気温が上がり始めた春も要注意。海水温の上昇は気温の上昇から2ヶ月遅れと言われています。気温が暖かいからといって薄着で海に出ることは大変危険です。自分に合ったレイヤリングを。同じフィールドでも気温や環境は全く違います。そのためそれぞれ自分に適したウェアを選ぶ必要があります。レイヤリングの目的、肌が暖かくドライな状態イコール快適を保てるように体温調節を容易にするため。覚えておきたいポイント。ポイント1、暑くなる前に脱いで寒くなる前に着るが理想。肌を乾いた状態に保ち体を冷やさないように。ポイント2、ベースレイヤーは吸水速乾、ミドルレイヤーは保温&汗処理が役割。ポイント3、フィールド環境によってレイヤリングは変わる。自分に合ったレイヤリングを見つけよう。ブルーストームではドライウェア類のアフターサービスを実施しています。アフターサービスをご利用いただくことによりご愛用のアイテムを長くご使用いただけます。